俺の名前は宝太郎。妻のエリ、息子のカイトと3人暮らしをしている。最近は定住する特定の家を持たずに、様々な場所を転々としながら生活する新しい暮らし方であるアドレスホッパーが。ねえ宝太郎、そろそろカイトも大きくなってきたし、新しいところに引っ越さない？家を建てるのもありだと思うし。引っ越しねえ。その時、俺に素晴らしいアイデアが舞い降りた。よし、じゃあうちの実家で暮らそう。コストもだいぶ抑えられるし、うちの母親もカイトのこと見てくれるし。めっちゃ気使っちゃうからちょっと。大丈夫だって、うちの母親優しいし。そんな感じで半ば無理やり実家への引っ越しを決めた。でもいいかもね、ご実家広いし。なら、それにさ、俺もやりたいこと見つけたから、俺不在でも安心かなって。そして俺の旅はこの日から始まった。じゃあ俺今日からアドレスホッパーになるから、エリ、カイトのこと頼んだぞ。は？いや待って待って待って、何勝手に決めてるの。そもそも何アドレスホッパーって。私たち置いてどこで何するつもり。知らない、定住しないであちこちでフリーランスするタイプの人。大丈夫、浮気もしないし生活費は振り込むからさ。全然思考が追いつかないんだけど。いつもと同じところの往復ばかりの人生なんてつまらないだろ。俺は自由でありたい、そう思ったんだ。なんでいいこと言ってる顔してるの。ちゃんと帰ってきてよ、カイトのこともあるんだから。ああもちろん、一段落したら帰ってくれよ。こうして俺のアドレスホッパー暮らしは始まった。ここがとりあえずの拠点か、ワクワクするな。アドレスホッパーにはサブスクサービスを利用して家を見つける人が多い。新しい環境では同じような境遇の人がそれぞれ作業をしていた。ここがコーワーキングスペースか。やっぱりみんな自由を求めているんだな。さて依頼一つ一つこなしていくか。そんな人たちと共に俺はライター業務やプログラミング業務で生計を立てることにした。各地を転々とする中、様々な出会いがあった。乾杯。場所によってはゲストハウスを利用し飲み明かしたりと楽しい毎日を送った。時には観光も楽しみ、いつでも休日が作れるこの自由な感覚に、俺はすっかりアドレスホッパーの虜になった。これが本当の人間らしい暮らしかもな。確かにね。ところで宝太郎、あなたは家族とかいないの？心配してない？家族、俺は妻と子供の存在を完全に忘れていた。もう出てから半年以上経ってる。仕事用の格安スマホばかり見ていたため、プライベート用のスマホを最近ほとんど触っていなかった。着信にチャットの履歴の嵐だ、怖すぎる。ちゃんと家族には連絡取ってあげないと。そうだよな。もしもし、宝太郎。俺は考えた。結婚し子供ができてからエリに小言を言われることも増えたし、子供との時間の疲労感はかなり大きかった。ねえ聞いてる？宝太郎。切られた。考えた末、俺は無言で通話を切った。よっしゃ、次はあそこの飲み屋で昼飲みだ。宝太郎、本当に良かったの？ねえ。俺は今の暮らしの快適さを捨てられなかった。そのため俺は家族のことを考えるのをやめた。ただそんな暮らしもしばらく続けると、楽しいことばかりじゃないことに気づいてくる。次はあそこか、遠いな。結構引っ越す時の荷造りや移動も憂鬱になっていった。そして仕事も常にクオリティを維持しなければ修正が入ることだってある。また修正か、モチベ下がるな。それでさ、
仕事の能率も落ち、ゲストハウスなどの共同生活特有の騒がしさに俺は疲弊していた。帰るか。もう数年間もこんな暮らし続けてるし、エリやカイトと気兼ねなく話せる日常を取り戻そう。俺はそう決意した。ただ現実は甘くなかった。ほら、住民税保険料、耳揃えて返してもらうからね。私が全部建て替えていたんだから。あとどうせなら住所を別のところに移しなさい。エリとカイトはもうとっくに出て行ったよ。これ離婚届と養育費に関する誓約書だってさ。あんた連絡立ってただろ。愛想つかされたんだよ。俺は離婚に同意し、届けは郵送した。住所は拠点を移すたびに変えることでなんとか対応した。俺が決めたことだしな。続けるか、アドレスホッパーにしても。腰かな、歩くのしんどい。観光地には家族で楽しそうに写真を撮っている人たちがいた。そっか、俺はああいう幸せを捨ててしまったんだ。求めた自由の代償は大きかった。だからだろうか、俺は少しでもその人たちの幸せに近づきたくて声をかけた。よかったら写真撮りましょうか。アドレスホッパーの片手間で俺は写真を始めた。たくさんの家族の幸せな一場面を撮るのは有意義な時間だった。 SNS でもファン増えたな。嬉しいな。その日から俺はアドレスホッパー兼放浪カメラマンになった。それから数年の時が流れた。今日もたくさん撮ったな。あ、久しぶり。エリー、カイト、パパ。俺は再婚しているエリー一家と再会した。へえ、結構うまいじゃん。本当だ、すごい。かっこいい。観光地巡ってたから写真だけは上手くなって。そっか。よかったら撮ろうか。いい、大丈夫。どうせなら私たち3人の写真をもっと前から撮ってほしかったな。ごめん。その言葉は俺の胸を貫いた。大切なものを失ったことに改めて直面した俺は、今度は出会いを求めた。ねえ、よかったら連絡先とか。嫌ですよ。だって定住してないんでしょ。どうせならちゃんと安定しててほしいです。一般人にはこんな具合に受け流された。同じような境遇の人をナンパしたこともあった。ねえ、俺たち相性いいかもだし、よかったら。ごめんなさい、やっぱり自由がいいからさ。私はそういうのいいかな。そっか、そうだよね。誰とでも仲良くできる浅い関係ゆえに、深い関係になるハードルはとても高かった。そして俺はある決断をした。はいはいって、あんたかい。ほら早く入りな。うん。無計画にバカな真似したね、ほんと。俺は実家に戻ることにした。久しぶりの母の食事はとても美味しくて懐かしい味がした。あんたさ、病気にでもなったらどうするつもりだったの？いいじゃん、もう帰ってきたんだから。まあ元気にしてくれててよかったよ。戻ってきてくれてありがとうね。うん、ごめんごめん。いろんな人とのつながりを絶ってまで求めていた自由だったが、そんな自由よりも目先のものを大切にしなかった自分がとても幼く思えた。それから償いの気持ちもあって、俺は実家にてフリーランスを続けている。自由も楽しかったけど、これはこれでまあいいか。あんた洗濯物たたんだ？後でするよ。今しなさい。はーい。ただそれでも時折あの自由が頭をよぎる。やっぱりいつかまたアドレスホッパーに戻ろうかな。まあ母さんも高齢だし、もうしばらくいてやろう。自由を求めるか
安定を求めるか、大切なものが何かを考えて判断してもらいたい。